さくです、僕がハマってるものは家電調べです。はい、ちばちゃんです。今ハマってるのは辛い食べ物です。はい、シャルフです。最近ハマってるのは缶蹴りです。ちょっと待って、続けてください。はい、ゆうやです。最近ハマってることはマッチングアプリです。プロモーションするなってやったんだよね。ハウがくれたのよ。シュンです。最近ハマってることは洋服を買うことかな。ドラマチックにしたくせに普通やん。はい、ゴエです。僕が今ハマってるのは長崎のカステラです。はい、カオです。僕は元気いっぱいにゲームしてます。はい、さて今日はおお、何をやるかというと、メンバーからを検証していこうと思います。イエーイ。メンバーからいよいよメンバーなんですね。ブザーといえばもうあのおなじみあのメンバーからは持たない俺ら紫だぜっていうこの紫のおなじみですけども、はい、あのね、ペンライトもあのみんなで会場であの紫一色ってなので、他のね、あのメンザイドさんはこうそれぞれの推しのカラーある中で紫一色で、まあ、戦ってるブザーなんですけども、まあ、地味にね、YouTube とかではすでにあの色分けっていうかテロップ色分けされてるんですよ。ありますね。分かれてる、ついてる。だからあの実はメンバーカラーとまでは本格的に決定してないんだけど、メンバーカラーっぽいやつが実はあるんですよ。はい。ちなみに YouTube のメンバー、あの自分のなんかそのテロップのカラーって覚えてる？はい、黄色。黄色？青。水色。はいはい。なんか紫だかピンクだかみたいな。交互に赤っぽいやつ。はいよ。なんかいい感じのやつ。もう分かってないよお前。分かってないよ。見てないよ。見てないよ。真っ黒だね。真っ黒だ
で今日はね、あの今まあ言ったイメージを元にですけども、今ここで再度メンバーカラーを検証して、あのオレンジ使わないですか、あ、ごめんなさい、あのですね、私が事前のあのリサーチやるとリコレージくなってるオレンジ大体、じゃあちょっとあの予想ですよ、僕の予想ですけど、あの赤が、あの、ないけどで、明るい活発が黄色なんで、まあ、その間ぐらいかな笑顔が似合うみたいな、そういう感じ。その今言ったイメージを元に、再度メンバーカラーを検証して、YouTube のコメント欄やウェザーの公式インスタの DM にてハニーズファンの方に意見を聞いたりして、まあ、正式なメンバーカラーを決定していけたらなと思ってます。決まるんじゃないんだ。ファン投票。はい、そうなんだ。なるほどね。マジか。それそもそもで予想とか7つ色がある中で、今さほら出てきたのが黒とか白とかあったじゃん、うん、でもこっち使ってるのさ、まあ、水色とか、うん、別の色だから、うん、そもそも7色どうするよって話だったけど、確かに赤、青、黄色、緑、オレンジ、水色、ピンク、ああ、はいはいはい、でもこうすることによって何、あのライブ中のペンライトそれは違うね、それは違う、それは違う、それは変わらないもん、うん、そこは紫統一でやってほしい、紫でね、うん、やってみたぐらい、ありますよ、ね、やってみたぐらい、やってみたぐらいね、 SNS 上のみたいな、そう、なんかこうだから、まあ、グッズとかってことですね、はいはいはい、まあ、それこそもしかしたらこれでね、テロップ変わっちゃうかもしれないしね、うん、なんだったらね、あ、そうか、確かに、テロップの色がもう本当にね、ここ前回までオレンジだったのに急にね変わってるかもしれないしね、うん、そうそうそう、じゃあ7色さっきのやつでいいですかね、どうなんだろう、青と水色、どうせだったら水色の場所なんか変えたいよな、予想してさ、え、なんか普通のないの、なんかないかな、なんかこの間ね、それを調べたのよ、これ後輩と一緒にあったじゃないか、はい、調べました、なんかいろんな色があるんですよね、なんか肉色とかもあるし、肉、なんかドブネズミ色とかもあるんですよ、やだー、ね、それグレーや、唯一面白い名前があったのは何、松崎しげる色松崎しげるってアメリカやろ、アメリカやろ、ガチであるのよ、これガチで、あ、ガチであるの、マジで、それはネット用語じゃないの、これネット用語マジである、マジか、本当にあるマジか、これこっからもうじゃ あ,投票というか、ファンの皆さんに聞いてここから決まっちゃうんで、これなんか最後もう俺どうしてもこの色がいいっていうとアピール、色がいいっていうかもう Y は黄色はマストじゃないかどうあがいても黄色じゃないっていう、もうゴレンジャーの中で食いしん坊って言ったら黄色っすかね、いや食いしん坊じゃないんですよ確かにどちらにせよ俺は暖色じゃない方がいいかなと、あ、赤とかオレンジじゃないかな、まあ確かに俺も違うんだけど、何がいいみたいなのはありなの、あ、いいんじゃない、青かな俺は、ライバルじゃん、で青がいいよ、俺絶対水色がいいっす、水色がいい、うん、あ、じゃあお前決定だよそれは、ピンクだよ、ピンクじゃん、やだ、意味合いはピンクだよ、でも俺は色は水色だもん、絶対無理だ、好きな色好きな色水色だもん、好きな色ね、わかる、ちっちゃい頃から俺も青が好き、俺水色だもん、そうだね、あともう大食いさんとかも緑以外っていう、緑以外ない、緑定着しちゃってる感じはする、ね、緑ばっか着てるもん、いやいやいや、違うわけないやん、めちゃめちゃ真っ黒な服で緑ばっか着てるもん、でも意外と違うんだと思ったら千葉ちゃんの赤じゃないんだっていう、あ、確かに確かに、でもここ結構意見分かれそうだけど、え、千葉ちゃん何がいいの、何が一番だ、何嫌でしょ、松崎一回終わったねって、まあ、いらねえ決めてくださいよはい、どうも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 、いや、そんな感じでやっていきますけどね、はい、最近はどうですか、いや、最近カンケリなんかにハマっちゃって、カンケリと、カンケリですか、皆さんわかりますか、カンケリですよ、カンケリって言ってますから、この顔でカンケリって、この顔でカンを蹴ってますからね、ちっちゃい頃から顔を蹴ってますから、この顔で裸足だったよ、昔は裸足でした、ブラジルの子供もびっくりですから、もうブラジルの子供みんな裸足でサッカーやりますけど、この子は裸足でカンケリやってますから、もうびっくりですよね、初心に帰ろうと思いました、初心に帰るといい言葉ですね、本当にマッチングアプリに何か体験、マッチングアプリ、そうですね、あのハマってることマッチングアプリに、はいはい、自分の顔を登録してあのペッ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 ってやってくるんですけど、いろんな顔が流れてくるんですね、いろんななんか
その自分の好みに合った人を探すといいますか。で、この間見つけたのが、シャルさん、あなたもやってみる？いや、やってませんやってません、すみません、あの、趣味関係でもない誰がマッチングアプリで趣味関係でもないいいねって言ってブラジルの子供が、裸足で押した